ベルファストはアメリカ合衆国メイン州南部のウォルド郡に位置する市であり、同郡の郡庁所在地である。2010年の国勢調査では人口6668人だった。ペノブスコット湾に注ぐパサガサーキング川川口の三角港に位置している。開港として栄えた市内にはいくつかの歴史地区に古い建築物があり、人気のある観光地になっている。 ベルファストとなった地域は、アベナ貴族に属するペノブスコット族インディアンの領地であり、毎年夏に海岸を訪れて、魚類、貝類、水菌類を取っていた。1630年、マスコンガス特許の一部となり、特に魅力的な毛皮交易のために、イングランド人がインディアンと交易する基地を設ける権利が認められた。1720年頃、ボストンのサミュエル・ウォルド将軍が、 マスコンガス特許を買収して、土地の所有者となり、その後は、ウォルド特許と呼ばれた。ウォルドは1759年に死に、その後継者がパサガサーキングのプランテーションを、ニューハンプシャーのロンドンデリーから来た、スコットランド系アイルランド人、領主35人に販売することになった。北アイルランドのベルファストから名付けられた、この町は、1770年に入植され、 1773年には町として法人化された。アメリカ独立戦争の時、イギリス軍がバガデュースを占領し、ベルファストの町はほとんど放棄された。イギリス軍は1779年にベルファストの町を焼き、米英戦争の1814年9月には5日間町を占領した。戦後、開港が再建され繁栄した。通貫手基地であり、 1827年には、ウォルド軍の軍庁所在地に指定された。1845年、領域の一部が分離されシアーズポートとなった。ベルファストは1853年に、州内8番目の都市として法人化された。造船業の中心として発展し、数百隻の3本、4本、5本マストのスクーナーを建造した。木造船の材料は、19世紀後半の北。 アメリカ木材の首都と言われた番号からペノブスコット川を下って運ばれてきた。造船業者は裕福となり、連邦様式、ギリシャ復古町、イタリア様式の邸宅や公的建築物を建設し、そのことで知られるようになった。その中には1818 18年に、東領のサミュエル・フレンチが建設した第一教会、1858年建設の著名建築家網、 ビーヤングが設計した税関や郵便局が知られる。木造船の建造は1900年頃に下火となったが、冷凍技術の出現とともに、ボストンやニューヨークの大市場向けに、ロブスター、ホタテ貝、イワシ、ニ清、シン、サバなど海産物の漁業に経済が転換された。ベリファストムースヘッドレーク鉄道の鉄道橋。 ベリファストから33マイル内陸にあるバーナムでメインセントラル鉄道の本線に軍全体を接続したのがベリファストムースヘッドレーク鉄道であり市がその大半を所有し1871年に開通したその最初の55年間はベルファスト支線としてメインセントラル鉄道に賃貸されて運行されたが大きな道路ができて賃貸契約が終わり 1926年1月1日にベリファストムースヘッドレイク鉄道の運行に戻された。旅客用定期便運行は1960年に終わり、すべての鉄道運営は本駅が壊された2005年に停止した。2011年、鉄道駅と隣接するスティンソンシーフード工場の敷地はフロントストリート造船所のものになった。 鉄道の1946年に建てられた機関車庫は壊され、その後は現在造船所の床面積26,500平方フィートの5階建てボート建造と修繕の施設になっている。聖火産業が重要な事業になった。しかし、第二次世界大戦後、ベリファストの経済は、州内でも2大企業であるメイプルウッドとペノブスコットプールトリーという養鶏産業が推進してきた。 オルド群の農場は1日に20万羽もの鳥を工場に供給している。毎年開催されるブロイランフェスティバルは人気ある夏の行事となり、地元住民や観光客を引きつけた。しかし、養鶏産業は全国的に不況になった1970年代半ばに潰れ、市や周辺の街に大きな被害を与えた。1980年代初期、 メインストリートの外れにある、かつては何百万もの鳥を供給したサイロが解体された。1960年代、1970年代、1980年代を通じてよそで雇用を求める人々の流出が続いた。しかし彼らが去っていくと、芸術家や若い大学生が移ってきた。1990年代初期、クレジットカードの巨大企業、 アンナがベルファストに二つの施設を設立した。一つは他方よりかなり大きなものである。この会社はメイン州大学システムの前哨基地であるメイン大学のハッチンソンセンターをアンナの本社から1マイル足らずに設立する推進者だった。近年バンクオブアメリカに買収されたアンナが提供する職がベルファストの人口をかなり増加させた。バンクオブアメリカは 二つの施設の大きい方に以前のアンナの機能を統合させた。小さい方の施設は最終的にアセナヘルスに買収された。ベルファストで撮影された映画としては1957年のペイトンプレイス、1996年のスティーブン・キング、痩せゆく男、2001年のインザ・ベッドルームがある。ベルファスト市は 北緯44度25分33秒整形69度、0分42秒、北44.42583度整形69.01167度、44.42583-69.01167に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は37.37 37平方マイルで、あり。 このうち陸地34.04平方マイル、水域は4.33平方マイルで、水域率は11.28%である。ペノブスコット湾に面し、市内をパサガサワキング川が流れている。ベルファストの気候は季節によって温度差が大きいのが特徴であり、夏は暑くて湿度が高く、冬は寒くて乾燥する。ケッペンの気候区分によれば、湿潤大陸性気候、 逆号では DFB にあたる。アメリカ合衆国税関。1910年頃、アミビー・ヤングが設計以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。造船業が栄えた時代のギリシャ復古町邸宅。1920年頃の 絵葉書登録有権者数ベルファスト教育学区第34地区にある2009年時点の学校は以下の通りである。下記の公立小学校3校は2000年代初期に並行になったベルファスト教育学区第34地区に入る町は以下の通りである。メイン州の多くの学校が経費節減のために他の地区の学校との統合を強制されている。このために 第34地区は2009年秋に第56地区と統合され、新たにラサ20地区となった。上記以外に新しい教育学区に含まれるようになった町は次の通りである。教育費が高騰し、生徒の教育について町単位の統制ができなくなったことで、州内のいくつかの町が不満を抱き、統合された大きな教育地区からの脱退を検討しているところもある。 そういった街の一つがストックトンスプリングスであり、ラサ20地区からの脱退を2014年3月25日の住民投票で決めた。実際にラサ20地区に入る8つの街べてがその程度に差があるものの脱退の検討をしている。ベルファストではラサ20地区から脱退した場合の教育と財政の 影響について報告書を作成するために2万5000ドルを使うことを2014年2月に決めた。以前は教育学区の統合が費用を節減し生徒の教育価値を高めると考えられていたが、統合にそれほどの効果はないというのが一般的な見解になっている。ラサ2地区は数年のうちに解体されることも予測されている。蒸気船波飛ば。 1920年古い酒場、1910年五呂関連図書、ありがとうございます。